アジアってとか行くと、なんか野犬とか、インディコとか、なんかめっちゃいたりとかするところあるじゃないですか。はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、ドバイに来て、今8日目の朝となっております。朝は恒例のお散歩です。今日はね、ブルーウォーターっていうところまで来て、お散歩しています。はい、まあ今日ね、今8日目で、思ったことで、ね、どんどんね、動画にね、収めていきたいなと思っています。まずですね、まあこれもう毎回話してるんですけど、朝と夜はめっちゃ気持ちいいです、本当に今。今だいたい6時半から7時ぐらいなんですけど、今時間が。めちゃくちゃいいです、本当に。最高ですね。朝と夜は。昼はね、本当夏みたいなんですけど、最高に今気持ちいいです。なんで朝ウォーキングとか、ランニングしてる方はめちゃくちゃ多いです。気持ちいいんだよね、本当に。はい。あとは、僕が気になったのは、ドバイって暑い国じゃないですか。虫とかどうなのかなと思ったんですけど、蚊とかね。蚊はマジいないっすね、全然。一回も刺されてないです、まだ。あと、G もいないっす。G って、なんか暑い国結構いそうだなっていう、イメージだったんですけれども、G いないっすね。一回も見てないっす。まだね。違いすくすら見てないっすね。まあ、あとはなんか気になるのは、コバエが結構いるかなと。コバエ率で結構高いなとかは思うんですけど、あとね、カラス結構いますね。ご飯テラスで食べる方はやっぱこう気持ちいいんで、ドバイって雨降らないし、はい。なのでテラスの席がめっちゃあるんですよ。だけど、カラスがね、結構狙ってるんですよ。だから知ってるんだって賢いんですよね。なんか食べ残したやつとかもう人間がいなかったらもうすぐ来るんで。人がいたらね、食べに来ないんですけど、その辺もやっぱ頭いいなと思ってね、見てました。その辺かな、虫嫌いな人も、全然ね、気にならないと思うんで、なんかアジアってとか行くと、なんか野犬とか、猫とか、なんかめっちゃいたりとかするところあるじゃないですか。犬も全然いないし、野犬とかも。そういったところは、気にならないかなと思います。あとなんかありますか？なんかあるかな？気になったこと。マリーナ地区ってところは、住んでる方もたくさんいらっしゃるんで、こう、ビルいっぱいあるんで、マンションが。スクールバスね、ガンガン走ってますよ。もう朝めっちゃ早くから。こんな早くから行くのかよと思って。6時過ぎぐらいですよ、マジで。もうスクールバス走ってんじゃんみたいな。走ったりとかしてます。大体でもね、マンションの下まで来てくれてるみたいなで、送迎ありみたいな感じなんで、お母さんと、まあもしくはお父さんが、が一緒に、なんか下でこう待ってて子供で、お見送りしてるような感じの光景を、すごく、よく見ます。はい。こんな感じかな。ドバイはね、まあ今ちょっとこっちの、方たちにいろいろ聞いてるんですけど、すごくね、学校もいいと。まあ、教育機関もすごくしっかりしてて、子供育てるのもおすすめだよというふうにね、何人かに言われてるので、それと教育レベルも高いと、はい、言ってました。僕ね、子供2人いるので、小学生の。まあその辺どうかなと思ったんですけれども、そういうの聞くとね、ちょっと安心しました。僕はでもですね、子供たちは日本人学校に、まあ、入れようかなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱこう、こっちの日本人の方に聞くと、インターの方が英語ね、こう喋れるようになるよとか、日本人学校だと、まあちょっとそこまですごい喋れるようになるかわかんないよとかって言われちゃってるんですけど、ただやっぱ子供たち、ただでさえ環境は変わって、まあ、そこにもう全く日本語を喋れないようなところに入れちゃうのはちょっとかわいそうだなというふうにね、やっぱ僕ちょっと思ってしまうんで、でも日本人学校もすごいいいよっていうふうに、入れてる方とお会いした時に、すごいいいよっていうふうに言ってくださったんで、日本人学校に僕は入れようかなと。思っております。はい。そんなところですね。今持ってるところは。なんか聞きたいこととかあったら、ぜひコメントとかも入れてくれると、ありがたいです。はい。本日も見ていただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントどうもよろしくお願いいたします。それではまた。